ミックチャンネル。イエーイ。Hello everybody! ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズです。今回もよろしくお願いいたします。本日はちょっとニックチャンネルでは珍しい、観点からの、話題へのこう取り組みなのかなとは思うんですけれども、本日はなぜこうも、日米で反応が違ってしまったのか、ウィル・スミスさんの平手打ちについてお話ししていきたいと思います。これ地雷？これ荒れるかな？そんなに荒れないようにしていただきたいんですけれども、今回なんでこのどちらかというと日本で肯定的に反応している人が多くて、否定的な人がアメリカには多いのかっていうところから、ちょっと日米の文化の違いみたいなものを掘り下げていければと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。ニュースを普通に見てて、もちろん そもそものあのウィル・スミスが、クリス・ロックというコメディアンもね、アカデミー賞の生放送中に、平手打ちというか殴ったっていうことももちろん報道されていたんですけど、全く別にその日本とアメリカであまりにも反応が違うっていうのも、普通にニュースでそのことが報道されるぐらいに、アメリカで多数とされている意見と日本で多数とされている意見が分かれてしまっているという、状況であるわけでございます。何かと言いますと、どちらかというと日本では極論ですよ、もちろんみんながみんなこう思うわけではないですけど、奥さん守るためにやった、勇ましいとまではいかないにしても、こう家族を守るためにやったことだっていう、否定的か肯定的って言ったら、ちょっと肯定的な方にありまして、アメリカの場合はどんなところでもウィル・スミスがやった行動っていうのは絶対に許されてはいけないっていう、完全否定派っていうのが、どちらかっていうと多いのかなっていう、状況になっております。一つ目、その原因、そのちょっと考え方の違いの原因で挙げられるのは、まずアカデミー賞自体の、認識、アカデミー賞っていうのはどういう場所なのかっていうのが、まずアメリカと日本でちょっとこう認識が違ってるところがあるんじゃないかなと思います。多分日本では、アカデミー賞っていうのは映画業界では、最大級の、ちょっとみんな綺麗に、ドレス、タキシードを着て、素敵に今年あった映画をみんなの頑張りを祝うみたいな、称賛していくっていうような場所として知られているかと思うんですけど、そこの認識自体は間違いないんですけれども、実を言うと英語わかる、アメリカで見ている人からすると、アカデミー賞の面白いところっていうのは、そんな優雅なイベントでありながらも MC がとにかく参加されている方をボロクソにいじるイベントなんですよ。その MC の人が、要するにちょっとこう体型だったりとか、なんか女性ってこうだよなとか、ちょっと、差別まがいな発言もして、みんながこうちょっとドキドキしながら、うわーそんなこと言っちゃうのってやりながら、こうずっと行われてきたイベントなんですよ。一つ目の認識の違いかなと思います。今回何が起きたかというと、 MC のクリス・ロックさんが、ウィル・スミスの奥さんであるジェイダ・ピンケット・スミスさんをの、ちょっと反った頭、丸刈りにした頭を、いじって、それで、ウィル・スミスが腹を立ててステージに上がって、そんな発言もしたクリス・ロックを平手打ちで、殴ったっていうことになるんですけれども、クリス・ロックさんが実際に言った言葉は何だったかというと、 Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. これはジェイダ、愛してるよ、愛してるよというか、いや素敵な、恋愛的な愛してるよじゃなくて、本当にあなたの活動は素晴らしいと思います、大ファンですっていう意味での I love you からの G.I. Jane 2の発売がもう待ちきれないよっていう、皮肉を言ったわけです。これどんな皮肉かというと、G.I. Joe っていう、昔からアメリカで有名な、軍隊キャラクターが、丸刈りの軍隊キャラクターの男性のキャラクターがいるんですけど、それの女性版として G.I. Jane というキャラクターもいます。要するに頭が剃られているっていうか、丸刈りにされているから、まるで G.I. Jane の役を演じるんじゃないかのような見た目だねっていうことをいじっているということになります。ここでちょっとややこしくなってきてしまうのが、ジェイダさんは脱毛症を
まあ、持っている方で頭を剃っている理由としてはちょっとこうあのまだらに生えてきてたりとか抜けている部分があったりすることを懸念して基本的に極端に短い状態に沿ってあるということで、人によってはその脱毛症っていう病気をお持ちの方に対してそんな発言をするのはさすがにちょっとデリカシーがないよねっていうあの考えを持っている人はアメリカにも日本にも結構いるかと思います。ここで意見が分かれてくるのはそのことをもってウィル・スミスさんが出た行動っていうのは許される行動なのか、まあ、許されない行動なのかっていうことがポイントになってきます。で、まあ面白いことにこう日本とアメリカの考え方ってやっぱりこれまでに僕もいろんな形で文化の違いっていうのを紹介してきたんですけど、やっぱ文化の違い、国民の考えって並行してるわけではないんですよ。アメリカがこうでそれに対して日本がこうっていう綺麗に一直線が並行しているわけではなくて、いろいろこう交差しながら近づきながら離れながらっていうのがもう人間の複雑なところなんですよ。クリス・ロックさんが、まあ、多分しちゃいけない発言もしたなっていうこと自体はあの日本人もアメリカ人も思っていることだと思います。ただウィル・スミスが実際にその暴言に対して暴力で返すっていうことは、相当な処罰っていうことになるのか、そこが、まあ、結構あのネットで調べててですね、記事とかのいろんなコメントを読んでたりして、日本の一つのこう最近のなんて言うんですかね、あの風潮といいますか、言葉の暴力っていうのは暴力そのものだという認識を持っている方がすごく増えたような気がします。これはいいことではもちろんあると思いますし、人を精神的に攻め込むのも殴るのと何ら変わんないっていう考え方が少しずつこう浸透してってるような気がするんですけど、アメリカだとですね、同じように言葉に責任を持たなきゃいけないんですけど、あのそこがアメリカ人のちょっとねこう平等っていうところをね、できてるかできてないかを一旦置いといてもらってあの平等のつもりで、まあ、正義、善と悪をはっきり白黒つけて生きているつもりのアメリカ人からすると、まあ、暴言も良くないけど、暴言はあくまでも暴言で暴力ではないという、暴言を吐き合うのは、力の差がある男女であっても80歳のおじいちゃんと20歳のあんちゃんでも平等に吐き合うことはできます。ただ力っていうのはどうしても平等にすることはできないっていうこともあり、まあ今回はたまたま良かったっていうかあの大人の男性2人だったので、そことかもあの本来だったらそれが少しでもね、男女だったりとか あまりにも年齢の差があったりとかっていうことになったらもっと大変だったかもしれないですけど、今回はあのそこがちょっとこういやーどうなんだろうなってみんなちょっと考えさせられてしまう点だと思います。で基本的にまあアメリカの場合ですと、まあ、アメリカ人といいますかの感覚から言わせてもらうと、クリス・ロックさんがまあ暴言も吐いたと、というか、まあ、侮辱をしたと、その女性ジェイダさんに対して失礼な発言もしたということ自体は良くも悪くも発言権の自由っていうところに守られている行動だったということは、まあ、間違いなく言えるかなと思います。ただしウィル・スミスさんがした行動っていうのはまあ普通にあの暴力事件といいますか、暴力を振るったっていう、これが芸能人同士で、生放送で起きたことでなければ普通に暴力を振るったっていうことで捕まってもおかしくない案件では一応あるという、まあ、それがねあの法律が全て正義なのかっていうわけでもないかと思うんですけど、あのアメリカ人の中では反対派の人の声が多く上がっている理由としてはそこが根本にあるかなと思っております。日本にいて、まあ、日本人として生活してて、やっぱりこの状況はウィル・スミスさんは別になんかやることをやったんじゃないって思ってる方に最後に一つだけ考えていただきたいのは、紅白歌合戦中に起きてみましょう誰かの MC が
タレントをちょっとこう攻めすぎたいじりをして、そのタレントもしくはそのタレントの、まあ、例えば旦那さんだったりとか友人だったりとか大切な人が立ち上がって舞台まで上がって殴ったら、日本人でいやーまあそれは仕方ないよなってなる人はいないと思います。このちょっといい感じにね、あの距離が離れたアメリカっていう、いつもは映画の中でしか見ない世界だったりとかっていう、あのどうしてもフィルターを通してしまうと、まあなんかあのウィル・スミスっていう普通に生活している人間の一人ではなくて、バッドボーイズとかに出てくるちょっとこう喧嘩っ早い警察官みたいな役だと思えばはすごい立派なことというか、奥さん守るためにやることやったなってなるんですけど、いくらなんでもウィル・スミスさんも一国民、一アメリカ国民であり、一あのアメリカ国民として法律を守る義務っていうのを、まあ、持っているっていう観点からですね、やっぱり直接的にアメリカ人同士で見るとどうしてもその暴言吐いたのはいけない、それも許されてはいけないことなんだけど、勝手にそれを暴力っていうか形で罰するのはもっとその法律的にもいけないっていう、ちょっと上のところを行ってしまったっていうところが、まあアメリカ人と、まあ、日本人のね、ちょっと認識の違いなんじゃないかなと思います。まあ実にそのウィル・スミスさんもちょっと今回はアカデミー賞、10年間出禁っていう処罰を、まあ、受けたというふうに現時点では、これを撮影した4月頭ぐらいの段階ではなっているんですけれども、クリス・ロックさんもコメディアンとして、お笑いの方としてこれからもたくさん笑わせてくれることだと思いますし、ウィル・スミスさんもこれから先、いろんな素敵な映画を届けてくれるんじゃないかなと思うので、ちょっとね残念な出来事ではあったんですけれども、すごく日米の文化の違いを理解するには、あというか掘り下げるには、もってこいなちょっとした事件だったなぁと思いまして、今回は、改めて僕自身が何が正しかった何が正しくなかったっていうことが言いたいわけではなく、こういうふうに、まあ、アメリカで起きたアメリカのテレビで放送されたアメリカ人同士の出来事をアメリカ人が見た時と、それを離れた日本というところから見た時の、まあ、ちょっと生まれてきてしまう認識の差異みたいなものが、まあ、生じる、理由っていうのを解説してみました。まあ、逆にこうあえて僕自身の解釈で言うと、あのてか奥さんのねその侮辱されたことに対して怒りを覚えて、それでまあ守ろうという気持ちでやったのは、あのウィル・スミスさんとしては正義を持ったつもりで出た行動ということを否定はしないですけど、僕自身の価値観は、あのもう2022年なんですよ、中世紀じゃないんですよ、もうその揉め事があった時に殴ったりとか殺したりとか、 なんか切ったりとかっていうので解決する時代ではもうないので、ちょっとおとぎ話すぎると思います。そのそれを肯定的に思えることも、それはちょっとなんか素敵そうで、実際掘り下げて考えるとそんな世の中になってしまったらっていうか、そういう価値観っていうのがこれまでに、まあ言ってしまえば戦争などという形だったりで、あの我々世の中の人間全てを苦しめてきた考え方だと思うので、暴力っていうのは、まあ、僕の価値観ではあくまでですけど、僕の価値観では、まあ、絶対にありえなくて、言われて殴るはもうなしでいいんじゃないかなとは思います。ぜひ何かあのアメリカ文化と日本文化ってこのように違ったんだなって、少しでもなんかああねってなったところがあったならぜひコメント欄で教えていただきたいと思います。皆さん少しでも面白かった方、勉強になった方、ぜひ評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして僕の投稿いち早く知りたい方はぜひ通知ボタンをポチッとオンにしてください。ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズでした。ありがとうございました。はいはい、バイバイ。